話やりますからね。食いしん坊は、食いしん坊、クソ野郎でも、クソ野郎でも食いしん坊も結構長いことやってるやろ。そうです。で先輩ちゃうの向こう。いやまあ業界で言うたら先輩ですけど、うん、まあまあこうなったら、まあまあまあ英雄で、いやでも英雄後輩比較というかね。そう、まあ、まあ、まあ、さあ小森さん言うてください、言うてください、ちゃんと言うてください、はい、そんなまあ盗まれたことじゃ、ただ、うん、登録商標とかそんなちゃうから、そう、うちが先やってないでしょ、うん、そんな関係ない、その辺と水かけもなんちゃうの。いやただ向こうは認めてます、確かに僕らがパクった、多分、あ、もう認めてます、認めてんやったらじゃあやめろよ、うん、やめろよ、やめろよ、まあまあ、ほんまやめろよ。でもそれを見て美味しいと思ってしまったよな、あいつはね、あいつはな。ほんで今回のその神戸のその話でもね、結局ね、あんなんね、お客さん来えへんわけですよ、あんな、うん、垂水の山奥の方のマンションに、ね、マンションの住人はひょっとしたらマンションの2階ぐらい、今さっきの話ですよ、遠巻きにはなってあるんですよ、怖いから、部屋の上から来ないですよ、部屋の上から、で目を追ったら隠れはるんですよでもほんまにあれはもう食いしん坊のところに俺らが乗り込むぞっていう雰囲気を出してたんですけど、あれは逆に僕らが乗せられちゃいましたね、足取りな、あ、おい、来れるもんなら来てみろぐらいな感じで挑発がされたなっていう感じで、はい、その時別にその、まあ、お客さん見てなかったらいざこざとかやっても一緒やもんな、最初はやったんですよ、やったんや、もうカーンって流して、はい、まあ、しててもバッチバチに、うんうんうん、でこっち2人で向こう1人で、うんうんうん、ハンディキャップ待ちで、うんうんうん、俺らの2人のやつが、うん、ほんまにバッチバチに焼き入れてたんですよ、九条、うんうん、に、うん、でも、うん、誰もいない、でただのリンチになってさ、ほんで二度がバーンってボディスラムかけて、ああって言って、バッて上見たらみんなが刺さって隠れるって、もうこの状況に全員がレフリー、ビューアナ、選手全員が心折れて、ちょっとやめへんって言われそれは我に返るよ、それ我に返りますよ、ちょっとやめような、ちょっとやめような、ああ、ほんならあの食いしん坊がそう なるんです、ちょっと待ってくれ、うん、このシチュエーションでやっても誰が美味しいねんって話になって、うん、確かに確かにってなって、ちょっと待ってって、ちょっと、うん、待ってくれって言って、ほんならレフリーが、うん、やめのか、うん、はい、こっちもやめのかってなったら、うん、確かにやめるってなって、うん、ノーコンテストってなって全員の、そう、全員の心が折れたために俺もあんなシチュエーションのあんな辛いプロレス初めてでしたね、ほんまに試合時間何分、全員の心折れる、全員の心折れるためのローコンテストということで、とりあえずこれここはだからとりあえず対抗戦として勝敗にはつけんとこっていう話になって、でも伝説の試合にはなった、いやいや、それはそうでしょ、語り草になる、語り草になる、ただね、うん、ツイッターだけは追っかけてる人おるんですよね、うん、そのね、食いしん坊さんの側のあのマネージャー的な人がこう今こうなってます、あ、今 B168 軍団が乗り込んできましたとか、おお、授業授業もうリツイートがわーっと伸びるんですよ、ほんでそれでどこでやってんのとか経緯があった、来ますけどもうそんな遅いですよね、食いしん坊本人がやってるのないの、なんで試合しながらできへんやろ、いやいや、この状態やったらだからな、あ、でもこの状態まではあったんですよ、食いしん坊が、まあ、この状態で寂しいよとかなんか、ね、ほんまに今日は試合できるのかみたいな感じが、誰も来てくれないみたいな感じでは、あったんですよ、で向こうのあ、ここやこのマンションやぞって言うてる、あの僕らとミドたちとこう歩いてる姿も向こうのビデオには収められてるんですよ、ちゃんと、そう、ほんでまあとりあえずそんな山奥じゃないですか、ほんでも心を折れて終わりで、じゃあやめようかっていうことになってやめたけど、あれは僕から乗せられちゃいましたね、でもその状態でそれでは収まりつかんでしょ、まあ、もちろん、いや、なんかあの、まあ、それはそうだな、ほんでね、うん、食いしん坊の何が許されへんかっていうのがね、あの僕らがまあ普通に、まあ、構想するにしろ何しろ、うん、まあいいですよ、うん、で僕らのやってる興行にも勝手にツイッターで今日乗り込みますみたいな感じ、ああ前もってつぶやいてるんで、前もってつぶやいてるからもちろん連絡は入れるけど俺の連絡一切取らない、うん、で、LINE しても既読する、あ、もうこれなんやねんこいつと思って、うん、で一切僕ら許可取ってくれないんですよ、なるほどなるほど、こっち側の、うん、まあ、俺らも今度乗り込んだるわってなってたんですけど、はい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 、乗り込んだその神戸の後にすぐね、うん、今度9月の22日に名古屋でやらはるんですよ、食いしん坊さんの東京ね、でこれ平日マットで平日なんですよ、金曜日で、そ
そうなん、金曜日僕ここの店もあるし、あ、なるほど、ミドも仕事あるし、あ、そっち優先、そう、もちろん当たり前になるからね、まだ話終わってないの、うん、ほんでね、これね、僕ら何の許可もなく、あいつら B168 プロレス軍団参戦って名古屋で勝手に載せとんすよ。ほんでも発表しとるんですよ、カードも、うんうんうん、ほんで、いや、俺こんなん聞いてへんぞって言って電話かけても繋がらへん、出おらへんし、 LINE しても既読スルーやし、これせやけど向こうの、これね、僕行かへんかったら、また逃げたやなんじゃ書かれちゃうでしょ、こっち側が一方的にブッチしたみたいな、まあ、僕らも Twitter ではこんなん許可もらってへんから行くか行かへんか分からへんでって言うてるようなもんの、兄さん、これ僕らリスク高いっすよね、高いよな、それけど向こうも考えよったな、ですよ、ほんまに開始時間も微妙なんですよ、ミド、うん、が5時まで仕事でしょ、名古屋8時に試合開始しようってやつ微妙に間に合うんですよ、ちょっとギリギリぐらいの時間一応、そう、あのいや、ほんまのクソ野郎、ほんま、お前連絡だけしてこい、俺にということで、